はい、皆さん、こんにちは。ヨガジェネレーション代表のミキゾウでございます。いつもチャンネルご視聴いただきまして。ありがとうございます。今日は、私、ミキゾウのプライベートでも仲良くさせていただいてます。お姉様でございます。プロトレーナー、アスレチックトレーナーでヨガの先生でもあります。山本邦子先生の登場です。どうも。どん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 。いらっしゃいませ。どうも、お邪魔いたします。なんか前回は、僕の結果的に大好物というか、 なんか入力を変えるとやっぱ出力が変わりどうしても意識の入力を変えづらい人はまあ外部環境をガラッと変えることによってまあヨガの練習ぐっとまあアップデートアップグレードされるよみたいな話をこれはもうビジネスにも通ずることなのですごいいい話だなと思って聞きましたけれども今日は番外編というかネパンに行ってきたらしいですね、うんうんうん、そうなんですよ。 ね、ネパールに行ってきましたな,なぜネパールに行ったどうだったって話を聞くとまあ10分15分では収まらないので、はい、<laughs> まあネパールに行った経緯はいろいろあるでしょうけれども、はい、結果ね後ろを見るとアカデミックにこう勉強されてる方がなんか聖地的な、まあ、エベレストがあるそれですよね。そうエベレストを見てきましたね、はい、なんかこう神が宿るると言われるその 霊的なというか、まあ、俗にもしかしたら国子、ね、の肩書きとはかけ離れたスピリチュアルみたいな言葉のニュアンスがプンプンするそんな聖地に行って、うん、動作学プロトレーナーの山本国子は一体何を感じたのかこれは興味があるんですがかこの前ライブはい。 あの施設っていうかホテル宿泊先だったんですけどエベレストをバックにインスタライブを一緒にいた動作学の仲間と来たんですけど、うんうん、なんかそれを聞いてたうちのその国語コの担当スタッフがなんかヨガ的なすごいいい話されてましたよみたいな、まあ、もちろんヨガの先生だから「いや当たり前でしょ」なんだけどなんかそれがなんかあの ワンネスっていう言葉も出てましたみたいな。ね、<laughs> ワンネスを出したかは分からんけど。え、そういう感じに聞こえたんだよね。多分ねあ、そういうこと。あ、うん、ワンネスって言葉は使ってないけれども、なんかそれっぽいこと。なんかお話しされてたって聞いて、うちの。その担当から。うんうん、なんか。動作学講師山本邦子先生に。ワンネスとは。どういうことなのかみたいなのを聞き出してほしいみたいな。ね<え>、そんな。 ぶぶりも無茶ぶりもですよね、えー、ねえワンネス調べましたも,ん <laughs> <laughs> でもやっぱりそのいやいやあれですか僕も、うん、ワンネスってねヨガの世界ではよくやっぱり出てくる言葉なんですよで、うん、あの、まあ、簡単にネットとかで調べると全ては一つのことであるみたいな、うん、エネルギーは全て一つなのであると。 うん、地球も人も川も草も動物も虫も虫たちもって全ては一つなんですよエネルギー体なんですよっていうことで簡単にね5行ぐらいで書かれてるじゃないですか。うんうん、だけどこれ結構そんなことが暗記したって何の意味もないじゃないですか。うん,なんか実生活の中でそれをどこでどう感じるっちゅうのがまあワンネスの体感体験であるっていうふうに三木蔵は思うんですけど、うんうん、なんか何を体験されてきたんですか <laughs> そうですねまあ2週間行ってきて、うん、ずっとまあ4日目ぐらいから山の方に歩いて、うん、最終的にはまあ3880メートルのところを一つの目標地点として、まあ、子どもたちがいたのであんまりあのベースキャンプ5400ぐらいかなちょっとそこまでは難しいので3880を目指していったんですけど 山に行くに従って、まあ、エベレストが見える、そのナムチェバザールっていう街があるんですけど、そのエベレストが見えるところまでたどり着いたときに、その、まあ、向こうの方にヒマラヤの山々が雪をかぶった岩山たちが連なってあるんですけれども、なんか、こう、こ 同じ日本からネパールという国に行って、同じ時間と同じ時代を今一緒に過ごしている私と、そこのネパールに住んでいる人たちの生活であったり、日々のこう営みを感じている中で、この人たちのその幸せ感、 っていうのと、まあ、日本で日々いわゆるネパールから見るとこう先進国と言われて、まあ、欲しいもの全て何もかも、まあ、望めばほぼ手に入るような状態でいる私っていうのはこう土地は違えど全てつながっている中に存在してるんだなっていうのをちょっと感じたんですよね。うんうん でなんかその多分一つのきっかけが同じ時代に同じ地球の上に立っているのに生まれた場所でこうも人のその人生の営みって変わるんだなってで私は、まあ、こうまあ日本に生まれたことを。 まあ感謝するっていうなんか安っぽい言葉はあま好きじゃないんですけど、まあ、日本に生まれた私はこうで、で、ネパールで生まれた皆さんは、そのネパールでの生活があってって考えたときに、その人としての命の重さは一緒だけれども、その人生の中で得られるものが、生まれた土地とか経験によって変わっていくって考えたときに、 その私がこの地球上で自分として日本に生まれてきた私ができることを精一杯やらないとなんかこの地球全体の一要素としてなんか無駄な人生を送ってることになるのかなっていうふうになんかエベレストをぼーっと見ながら。うん、でっていうここことは私が一体ここに まあ、いる意味という言葉はその時私は浮かんではいないんですけどなんか今ここにいるってどういうことなんだろうってでここに存在する世界に存在する全てと私がつながっているというふうに考えた時にそのつながっている中にいる一つの連鎖である私リンクである私っていうのは一体何をすることによってこの社会の一つのコマとして、まあ、存在できるのかなみたいな。 ことはちょっと考えたかな。不二子姉さんらしいね。そう。うん。まあ優しさと真面目さと真面目さと真面目さだね。い <laughs> <laughs> なんかねやっぱりその旅って、うん、あのね心理学の研究とかだと人は旅のよ、うん、予定を立ててるときが一番ハッピーだって幸福度が一番高いっていうふうに言われてるんですよ。 なぜかというと、と旅に行くと、まあ、予想通り行かないことだったりとかけ、うんまあ、喧嘩したりとかもするじゃないですか。うん、あのな,なんであっちに行ったのよみたいな、うん、<laughs> いや私、こっちって行ったじゃないのよ、なんであっち行っちゃったのよみたいな感じで、うん、結局なんか喧嘩になったりとかするからストレス上がるじゃないですか。うんうん だから、けその予定を立ててるとき妄想しながら、そこもこんな感じかな、ここも行きたいな、あんなのも食べたいなって言ったときが、うん、今、一番人間ハッピーだっていう。うん、なんで、旅行実際行かなくても計画を立てるだけでもいいですよみたいな話をするあの方もいらっしゃるんですけど。面白いでも、やっぱり妄想は妄想なんですよ。うん、ネパールに行って、エベレストって。 見たらどうななのかみたいな、あまりもう本当、私全然予定がギリギリまでずっと仕事だったんで、ほぼネパールの検索もせず、うん、何もあの調べずに、とりあえず予定、あのこれですって言われて、はい、じゃあ、カトマンズ集合みたいな感じで行ったんですけど、<laughs> で、なんで、まあ、ほぼ事前情報が、まあ、0.5ぐらいしかないぐらいで行ったわけですよね。で 行っってみてみ思ったのはたとえこれ私検索をしてたとしても全くかけ離れたたこととを感じてるんんだろうなと思ったんですよやっぱり実際にそこに行って自分が血肉を通してそれを味わわないとそのものを理解することはできないし、うん、こう人ってどうしても考えた結果何か分かった気になってるけど。 何も分かってないなっていうのが、今回、すごい実感として残った。うん、SDGs ってなんやねんと思ったんですよ、まず。うん、<laughs> ちょっとこんなことここで言っていいのか分かんないけど。だってあれって一応、世界標準基準としてやってるわけじゃないですか。2024年、2025年までに SDGs の項目をみんなで発生しましょうみたいな。うんうん いや日本ではなんかそれっぽくできるかもしれないけど、ネパール行ってみっていう話で、ってなったときに、私ができる SDGs の本当の意味って何だろうってちょっと考えたんですよね。教育もそうだし、女性の,あの独立っていうか自立もそうだし、うん、衛生とか水とかそういうものを含めて、なんかは全然私分かってないなって。 で分かった気になってたなっていうのをなんかすごい感じてでこの人たちと私は同じ地球上にいる、うん、同じき運命共同体だっていう意味で、うん、なんか、まあ、ワンネスっていう言葉とつなげていいのかわかんないけど、うん、なんかなこうそこは常に頭の片隅に置いて生きていきたいなっていうのはちょっと感じたかなめちゃくちゃいい話じゃないですか本当ですか、うん <laughs> 今日はねいい、普段動作学のことをね、まあ、この動画を通じて、こういう考え方があるんですよって、これは考え方じゃなくて、これを入力変えていくと、本当に人生もヨガもすべて変わっていくんだよってところをね、まあ、国子姉さんとはいろいろ取り組みをしてますけれども、今日はまさかのネパールに行って、そこで見たもの、まあ、大きかったっていうことそうですね。 なんか多分物事の捉え方の階層がまたちょっと変わった気がするしうん、うん、上にも上がったし下にも下がったし、うん、なんかそんな気がしました、うん、ミキゾ蔵もそろそろインドに呼ばれるのかなインド行く僕もインドすらまだ行ったことないのであ<ー>、うん、まあ 視野が非常に狭い男ですけど、まあインドは俗に呼ばれないといけないと言われる国だと聞いてますので、<ー>なんかそろそろ呼ばれそうな予感はしてますけど、はい、<laughs> 行きましょう。その時は国谷さん一緒に行きますか。行きましょうかね。<laughs> はいお付き合いします。<laughs> はい。今日は動作学講師山本邦子先生にネパールで見たそこにあったもの、そこで気づいたもの、そこでステージが上がったり下がったり視野が広がったり。 そんなお話を番外編としてお聞きしました。山本邦子先生がレギュラーで担当いただいてますヨガ動作学。毎月のように、まあ次回はちょっともしかしたら年明けになるかもしれませんけれども、ありますので、よかったらこちらにスケジュール載っておりますので、チェックしてみてください。ということ邦子先生、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは皆さんもお会いしましょう。